えー、皆さんいかがお過ごしでございましょうか京都国際映画祭アートプランナーの岡健太ですさあ今日はですね、えー、京都国際映画祭2021 古事記に見る形態とは何か、写しき青一草、黒宮七点をめぐってということでございまして、今日はですね、えー、3名によるトークをお届けしてみたいと思います。えー、まずご紹介しましょう。まあ、黒宮七点のご本人でございます。黒宮七さんです。よろしくお願いします。 はい,はい、ありがとうございます。いますはい、よろしくお願いします。さ、はい、あ、続いてはですね、えー。岡山ペパーランド主催されております。野瀬伊勢男さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あもういいですね。バックのセットがもうドラムがありましてね。ねえ、まあ、お互い展覧会とかですね。えー、ライブハウスとか、まあ、この時期いろいろ大変でございますけれども、コロナ禍で。 まあその中でもですね、黒宮奈々さんの展覧会が開催されるということでございましてですね、まずお聞きしたいのは、能、ま、勢、あ、さんと黒宮さんというのをお会いするのが、まあ、こういう画面上ですけど、初めてなのかというのをちょっとお聞きしたいんですけど、能勢さん、どうですか。黒宮さんも、僕も同じあの大阪にあるギャラリーノマルの所属の作家なんですよ、はい。はいはい、そういう関係で、黒宮さん、2年ぐらい。 前ですかね。黒宮さん。ん覚えてあります,そす、ね。そう。はい、そうですね。すね2年ぐらい前の、えっと。グループ展で。ご一緒させていただいて。オールスターズっていう展覧会。オールスターズ。たくさんのね。あの所属のアーティストさんが、えー、あの出られて。まあ、生声さんも。来、えーえー、られてた。時ですけども。えー、黒宮さん、その時、に野瀬さんの印象ってどうでした。あ、そうですね。あの。 すごく優しく、なんか、あの、うん、作品のことについても、あの。あの、結構、私の作品について、いろいろ言ってくださったりとか。あの、はい、あのすごく記憶に覚えています。そのせさん、あの、どうですか、黒宮さんの作品をご覧になって。そうですね。大谷島が。金木で組まれたりとか。 うん、まあこれは後で説明していくんですけど、うん、あのそういう部分っていうのが、うん、絵の中に取り込まれた,られたりとかそれから神のののの名前を呼び出すすっていうのはつなんですよね昔からその言霊の根幹に関わる六角切子霊とかそういうものが、まあ、描かれてる絵っていうのは。 あの日本の中で僕が知る限りではあのなかったですね。ああそうなんですか。ええ、ね。へえ。おまあ今回はあのすごくこうまあのせのせさんにとってみたらちょっと興味深い展覧会ですね。そうですね。ありがとうございます。なんか僕、うん、みたいな年寄りじゃなくて若い作家さんがねあの、うん、そういうものを作られてるっていうのは。 すすごく僕はい、うん、いいと思いますよ、うんまあ、あの私、「古事記上中下」という形で説明させていただいたんですけども、今回は先ほどちらっとあの出ましたけども、タイトルにもなってます、「青一草」ということなんですけども、えー、これは能瀬さん、どういうところに登場するものなんでしょうかだから、まあ、古事記の上官の本当に、うん、あの文庫本で読まれてもいいですけど、 3ページか4ページぐらいのところで、うん、あの出てくるんですよね。それで「イザナミが死んでイザナギが後を追って黄泉の国に行って」っていう、うん、まあそ庫の力、まあ、あの、うん、仕込めたちに追われながら逃げてきてそれで要するに初めて、はい、人間の世界と出会っていくそれで。 青一房っていうのは、基本的に庶民のことなんですよね。はい。ね、で、まあ、今回はそういったことを、黒宮さん、テーマにしようと思ったのは、どういうことなんでしょうか。はい、えー、っとですね、私、実は、えー、っと、この古事記。っていうのは、もう、ちょっと、私は原文では、読めなかったので。あの、現代語訳、を、読んだんですけれども。 まあ、その中の,あの一冊の本に「えっとまあ、青ひと草」っていう言葉っていうのはまあ結構、まあ、庶民とかさっきおっしゃってたような民とかを表す言葉であって辞典なんか弾いてもあのこう生き生きとしたこう青々としたなんか草の,あ草のようなような比喩的な意味でこうようなこう人間。 生命力のある人間だっていうふうにこう結構訳されるんですけれども、えっと、私がちょっと読んだ本ではあのその解釈が結あのちょっと新しいというかその比喩的な意味ではないっていうふうなものだったんですね。で比喩的な意味ではなくて「青、えっと,おと草」っていう言葉はあの青々とした人である草っていうふうに字面的には訳されると。 でそれがどういうことかというとあの人イコール草もう本当に人と草っていうのは同じものとしてこう捉えられていたっていう,こうなんかこう解釈があってでそういったこう人間機嫌説的ななんかこう人と草だから草だとこう考えられていたみたいなこうそこが結構こうなんか。 ひかれて、なんかそういう日本に、うん、あそういう,こう人間起源説のような、なんかこう、解釈っていうのがあったんだなっていうふうにちょっと捉えたんですね。で、うん、あのそこにすごく感銘を受けて、あの取り上げてみたいっていうふうに思ったのが、はい、理由です、うん。それは今回のもう対策につながったということですからね。 えー、野瀬さん、今のお話を伺ってどうですか、まあ、若いアーティストがこういった形、青く草というモチーフを、ね、作品にやって。今、ちょっと野瀬さんが、ね、ちらっと最初のページに出てくるという話を、えー、ちょっとされました実はい、それからずーっと続くですからね、あのという話がね、えーはい、今の解,解釈とかもちょっとどう思われるかっていうのをちょっと聞いてみたいなっていううふに思ってました。その,あの比喩的なな意味ではなくてあの 木草イ,イコール人というもともと本当根幹的に一緒だったみたいな考え方っていうのが実はなんかちょっと大昔にこう根付いてたみたいなことっていうのはあるのかなとか、うん、だから人間の形をおそらくとってきたのは、まあ、古事記の普通の解釈でも神武天皇以降だっていうふうに考えられてるんですよね。 だから神武から言えばその前のうがやふき吹い図町があってうがやふき吹い図もあのひょっとしたら現在我々が思ってる人ではないかもわからないっていうだからそれよりずっと前の「古事記」の4ページ目ぐらいか5ページ目かもうページ層までは覚えてないけど、はい、もう冒頭の方で。 出ててくる青,青ひ草っていうそれでその「青」っていう言葉はあの日本人緑と一緒なんですよ。だから「青信号」っていうけど、うん、緑色の信号がついてるんですよね。そ,うねはい、それから「青2歳」とか言いますよね。はいうん、あの完成してない人間のことを呼んだりとか <laughs> つまり「青」っていうのはそういう「 まあ、成人人にちゃんんととなっていく人間の前の前状態を青と称したんですようん、うん、だから言葉の意味から言っても「青」っていうのは「青」がつく言葉っていうのを辞書でずっと見てみらればいい,い,いですけど完成してるものじゃなくて、はい、完成の一歩手前のものを 青と日本人は、よね。うんうん、世界の展覧会会場ですからね、やっぱり野瀬さんにも作品を見ていただかないとね、そして皆さんにももちろんなんですけども、あのまあ、今回はあの、古事記をテーマにした作品ということなんですけども、それを、まあ、作品を見ながらですね、まあ、ちょっと簡単に説明をしていきながら見せていただけませんでしょうか。あ分かりりまました、はい、ではちょっと展示会場に移ります、はい あ変わりましたね。おすごい対策ですねこれは。そうですね。えっ、ー、とあの京都馬今回京都馬さんあの実はさっきまで設営作業しておりまして<ら> <laughs> やっと今完成したところなんですけれども。これ何メートルあります？えっとですねこれ全部で18メーターぐらいありますね。すげえなこれ。で18メーターの高さが3メートルぐらいのものなんですけれども。 今ちょっと流して。見てみます。うん、ここに実はあ,<ー>あのー、あれですね。イザナミイザナギ,うイザナギそうですね。あのー、国読みした。あのー、神様から始まって、まあのこの対策はそこからちょっと青一草をテーマにしたということもあって、うん、そこから始まり、うんうん、えと途中からこう。混沌と,とした。 うん、地上の世界が出てくるという形なんですけど。うん、はい。はい、私、<ー>あのこの作品は、えっと、あの和紙と染料でできてます。方法、和紙と染料で、こういった形の作品も制作されてるということですね。そうですね。で、こう、こういったように、こう、ちょっと独特な、滲みの。 線描で出るにじみの表現っていうものがわ、うん、かりますでしょうか。わかりますわかります。すごいあのー、繊細な感じですね。このにじみもね。<laughs> そうですね。えっ、ー、と、うん、こうえっ、ー、とその薄い和紙を二枚重ねてえっ、ー、と線量をこう浸透させながら描いていくスタイルなので、こうシーメトリーの、うん、あの開くと紙を開くと、うん、えっとシーメトリーの画面が できるというような技法で作っております。おお、綺麗。ちょっと、うん、あの、こちらでは紫ピンクっぽい色に映ってます、画面上は。あ、そうですね。あの、これ、かなり、あの。ピンクっぽい画面で、<laughs> こう。近づいていくと。まあ、割と。こう、質感が見えてくるかなというふうに思うんですけれども。うん、え、これ<あ>これはイザナミじゃないんですね。 あこれはあの私青一草を描いてあこれは青一草をテーマにした作品です。で、この油彩作品に関してはあの神様が出てくるというよりは今回青一草と言われたこう人間をこうテーマにして描いております。 ででね、そうですね、あのーまあ、ここ3点、顔だけにがこう地上にこう転がっているような作品になるんですけれども、うんうん、私の絵の特徴として、分、えっと、かりますでしょうか、こう<お>ペリーに土手が、土手というか、まあ、額縁のような形態の口が、その、うん、ぐらいの場合、出っ張っているんですけれども。 これ私はこうキャンバスをこう寝かせた状態ではいえっと油絵の具の希釈剤ですねあの、うん、希釈するこう画用液というものをこうプール状になったこうキャンバスの中にこう溜め込みながら何日も何日間もこう乾かない状態にさせて、うん、こうどん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 絵の具をこう入れたりとかちょっと絵の具を。 あのブラしたりとかしながらこう、うん、描いていくというスタイル、はい、なのでこの土手が最終的にこう絵の具が乾いてこう、うん、中に入れてるオイルがこう、まあ、定着してもこの土手が最終的に残るというような。残っていいくととううことなんです、ね、そうですすねねそ、えー、だいたい一枚の制作日数的にはどれぐらいかかるものなんですか そうですね、えーとまあ、夏場ですと結構あの油絵の具がこう乾燥するのがわ割と早い方なんですが、はい、やっぱり大量にオイルを使うので1ヶ月ぐらい乾燥、まあ、寝かしておいて乾燥っていう感じになりますかね。うん、なので、そのぐらいかかります。えー、はい、もう一度ちょっと全体を見せていただいていいですか。 雰囲気の、申し訳ありませんけれども。はい。ああ、いいですね。で、これをちょっとぐるーっと右の作品まで見せていただいて。おお、あ、こういう感じになってるわけですね。はーい。なるほど。で、先ほどの,最後の。あの、最後、この。こういう感じですね。はい。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。 ささあ皆さんあの古事記というのはもう日本人のバイブルといいましょうかねそういうものなんですけどもまあ「上中下」とありまして「まあ上は神は神様のお話ですね」で「中」はまあ神武天皇からのお話とかがありますえそして「下」はですね「任徳天皇」のお話があったりとかしますえまあそういう具合に3つに話がこう分かれてるわけなんですけども能勢さん、あのー どうですか黒宮さんの作品をご覧になってそうですねあの、うん、話をまあスライドと交えてやっていくとその「民とは何か」っていうのがそのスライドの中でも取り上げてますので、はいうん、スライドにそれなら入っていきます。はい まあ、今まで日本の神道にはとにかく教義がないとされてきたんですよね教えが。それでみんなそういうふうに実は思ってるんだけどもそんなことはなくて世界で一番理路整然としたね非常にすっきりした教義っていうものがあってそれが書き残されてなかっただけのことなんですよね。うん それでまあここでちょっと今画面に「鎮魂鬼神法」っていうのが出てるんですけど「鎮魂鬼神っていうのは要するに「狐熱きだとかそういうものを人間の体に悪霊から素晴らしい神から含めて人間の体につけることなんですよ。それで「鎮魂鬼神法」っていうものが本当に長らく 途絶えてたんですけどももう昭和の初期では新婚期新法の周三映っていうのが神道の教団の中でやられたりしてくるわけですよねこれ周三映の時の写真ですけどそれを体系にまとめたのが友京吉座根っていう人がおるんですこれは山口県の田臥瀬にある新党天皇居っていう神社なんですけど そこでトモキヨシダネがンンキシをあのやるんです、ね、でこれは有名な三島由紀夫の「英霊の声」っていう小説なんですけどこれは磯部朝市っていう、まあ、226事件を起こした青年将校が憲兵隊に捕まって処刑される磯部の中に どういう思いがあったかっていうのを友樹のところに行って実際に自分の体にね、うん、<laughs> 磯部朝藤をつけてそれで勘がかり状態になって磯部朝藤を自分の中に入れて書いたっていうのが英霊の声なんですよ。はい。 まあ、有名な「うん、などてスメラギは人となりとまいき」っていう有名な言葉があるんですけど、うんはい、それは犬島の美術館最後の出口のところでねスライドプロジェクターで雨のようにその言葉が降ってくる展示室があるんですけど、うん、まあ、うん、代表的な言葉なんですけど 三島幸は英霊の声を書くにあたって鎮魂寄進で処刑された磯やさいちを自分の体に呼び込んで初めて完成するした小説なんですよ、うんそ。それでこういうものを言うのは何も最近までなかったんかって言ったら江戸の時期に。 黒ずみ宗忠っていうまあ黒ずみ教の開祖ですけどね黒ずみ教を開いた宗忠なんですけども彼は天命直樹っていうことを教えとして言うんですよね。それで五日配っていう神事をずっと黒ずみ教ができてから今日まで続けてるんですよ。それはどんな神事かっって言ったら 教団の人や教団でない人でもごにっ日いの会場に行って朝日を見るんですよねその時に黒ずみの快素が口の中に天照大神つまり太陽が自分の体の中にこう飛び込んできたっていうそれを何と言いたいんですかね ミクシロって言うんですけどアマテラスオオミカミが生きて動いとるわけですよねご飯も食べれば、うん、まあ便もするというでも体の中にはアマテラスが住みついているっていうまあこういう状態のことを見合いと言うんですけどね神,神道が誕生してくる原型的な一つの姿なんですね 鎮魂寄神によって見合いとなりって今書いてるんですけど一番上にアマテラスが自分の体の中に入ってくることによって自分の体を自身がそのアマテラスの住みかっていうんかねそれに変えるんだっていうそういうものが見合いと言って呼ばれます昔から。ということは自分の中にアマテラスが入ってるんだから 自分の内面を聞くっていうことは神の声を聞くことになるんですよね。そしてその声に従って地上で行動するわけですよね。そういうことを「信仰と言います「神の業と書いて「信仰っていう深海の神の世界の形を地上を通して整えていくっていう。 それがこの世の地上の古利修正っていうまあこれ革命みたいなもんですよね。そういうことをやっていってるのが神道なんですよ。でまあこう,こういう神が直接見合いの状態になった人間の中に入ってきて。 いろんんな言葉を残しているんですよねそれが神事の世界経輪書っていうものにまとめられてます。でその神の直接の行為により「珍行」っていうんですけどその神道にはちゃんとした論理があるんですよね。ただそれは 現代科学でいうような論理ではなくてあの自然学要するにギリシャ哲学とかいろいろそういうもんがあるんだけどギリシャ哲学なんかは現代科学と区別されててそれは自然学だっていうんですよね。そういう自然学が整然とした自然学が信徒の,の中あります。でまあ そういういもののの一一つ一例をとにかくこれから見ていただきます。で「まあ、古事記」を知るために、まあ、書かれている神々を古事,古事記の冒頭からあのいろいろな神明が書かれてくるんだけどそれを一つずつ自分の体につけてみて体の中に入れて 神の存在はどういうものであるんかっていうことを一つずつ実践した人間がいたんですね。でそれが後になって三大工学っていう要するに天津金木学天津範人学天津菅楚学っていうものになります。まあ、金木はは神相学形態学学ののことですねのり学は、まあ、あの神社に行ったら 観主がのりとをげる言霊ですね言霊学です菅祖学っていうのは感想学であったり心霊学つまり現代の言葉で言いや瞑想だとかそういう世界のもに近いと思います。ただまあそういうふうに言うと非常に大きなあの過ちがあるんですけどざっとどういうものかを知っていただくためにはまあ ちょっとはしらして、話させてもらってます。で、その、三大工学というのは、あの、浸透形態学なんですよね。で、その浸透形態学の一番最初の、始まりを、やったのが。本田地下圧っていう、文政五年から明治二十二年まで、生きてた人ですけど。本田地下圧が、要するに、静岡県の。 三輪神社の中に今出てる写真まあ6畳ぐらいあるんかなその空間でずっとそういう見合いをやっていくんですねそれで「古事記」の神々を全部自分の体に一つずつつけていって書かれている神とは何なのかっていうのを具体的にやっていきます。その結果院事業で 同性文豪っていう8つの力があの古事記の宇治日にの神以下の八つ神が並んで出てくるんですけどその8つの神に引っ張る力だ安定した大地のような力だとか固まる力だとか分解する力だとか動く力だとか静止したもんだとかまあそういうふうな 神の八個の力の働きをその中で比べ定めたんですね、まあ、ここから浸透自然学というものが発生してきますこれはどういうことかといったら神とかそういうものを霊的なものを霊以外のもので解釈してきたのがこれまでの間違いじゃないかというわけですよね だから元おりな長に至るまであの間違ってるっていうわけですよ。それで霊を持って霊に対するっていうつまり霊を自分の体に入れることによってその霊に自分が向かい合うっていうまあそういう思考方法が要するに確立していったわけですね。「鎮魂寄神の寄神により自らの体を見合いとなす。 っていう方法論をまあ確立したわけですけどそれが黒澄宗忠の「天命直樹」っていう今も「ご日配」を黒澄教は続けてますけどそれを理論化したものなんですよね。でこれが南古事記から始まって古事記の解読をやった本地千圧の禅宗として出版されてます。 本田地下圧のまあ、弟子筋にあたるんですけども、大石堀増美っていう人が出てきます。で、これは古事記を解読した記だとかっていう参観をしてるんですけど、それに続いて天津菅総、それから日本琴玉学っていうものを完成してきます。結構ざっと話してるんですよ。 でこれが大石森真澄が神主を務めた岐阜県のすすぐりの宮ですここで神主をやってたんですね。で天地が開白してこの世の極元と書いて小本と読むんですけど小本として巣神っていうポチっていうんかな天のようなものなんですけど。 それが存在してそこに、まあ、あの力が働いていって最後高真原が球体でもって形成されるっていうその次に大気が形成されて人間がまあ生まれ始めるそれまでを全部書くわけですねそれで大気はまあノリと読みます。ノリが形成されてきて、き 人間が生まれてくるっていう。そういうものも、大石織の礼学全集っていう形で、彼のやった仕事がまあ残ってます。その大石織ますみの弟子になるんですけども、水谷清っていう人間がいます。この水谷清が結構難解な大石織の古事記の解説を。 分かりやすい形でもって「古事記太鼓」っていう全30巻の書物にして、まあ、出版してますこれを読むとすごく分かりやすいですね水谷清は大石の一番弟子なんで,す、ね、でまあ今さっき健太さんが話をされてたワード5年だから712年 に大野康丸によって秀のあれが暗唱してたものを、まあ、編纂したものが「古事記」という形で残ってるんですね。古事記は現代出版されてる古事記はルピが振られててああ、うん、それでもうできればあの倖田なりとも っていう人がおるんですけもそれでまあそれは名著であるっていうことで一水車っていうところが現在写真製版で起こしてそのままプリントしたようなもんでそれがあの出てますので文庫本は印刷技術が悪い時代に作られてるから。 もう本当読みにくいんですけど小さい文字が飛んどったりとかそういうことがないですね。でこれがまあ「古事記」の上巻から始めるんですけども古事記はですね一番最初に「雨のみなかぬし」っていう見えますかね一番右に線を引いてるその雨のみかぬしの世界の 中でもう延々と出てくる神々も雨ののののの手のひらの中の話なんですよ。それを「中主」って言うんですけどその次の行でまあ「馬車八かび彦の神」っていうのが次の赤線ですね2つ目の赤線であるんですけどまあ足カビっていうのは要するにカビのようなもんで <laughs> とにかく カビなんてどこででも生えてくる生命体じゃないですかそういうものがとにかく湧き上がってくるっていうこれが実はその次の線がありますけど神々が書かれてるんだけどそれは全部「一人り神」だっていうんですよ。独り神っっってていいうううのはどういうことかって言ったら 個人みたいな神だっていうんですよねそれに並行して述べられていくのが隔離身っていう状態つまりその一つの神にセットのようになった隔離身の神がおるんですよ。そういう二柱で一つの神の働きを成していくっていうのが「古事記」の 構造ですねその2つの隔離身の神、2つのセットが天の岩戸開きで初めて分かれてしまうんですよねだから古事記の天の岩戸にまで行く間は全部隔離身と一緒になっているのを意識的にかね古事記を読む場合 こちらが意識して読んでいかにゃいかんのですよねなぜそんなことをしてるかっていったらまあ五種の心身っていうあの考え方があるんですけど隠り身かごりみかがりみかけりみかぎりみっていうまあ5つの神はあの体を持ってるんだっていう隠り身とその本体の神っていうのが 霊系と体系が結びついてるんですよねそのことはものすごく大事な話で霊,霊と体が結びついて初めてこの地上に生命だって生まれるし霊と体が結びついてることを明かすのは隠離身っていう形でもって表に出る神と裏の神とが 表に出てる方が体で裏の隔離ミシンになってる方が霊形形なんですよ。霊と体が一緒になって何が起きるのかっていったら結びっていうことが起きます。結びを通じて我々は、うん、命を持ってきてるしあの生命体としてもあの成立してきてるんですよね。 再び大石堀の画面になったんですけど具体的にここからもうちょっとだけあの中身に入っていきます。でこれが天津金木の天津新参議これまあ金木ですけどの極点っていうこれ大石堀が書いた文章なんですけども。 極天気っていうのがまあ三冠で完成するんですけど天津金木学を確立していくんですけど天津金木ってこんなものです。<laughs> それで片側にはお白いの白を塗って <laughs> 反対側は墨の黒を塗るんですよ。 これ全部こちらで手作りしたもんですけどまあこういう金木によってあの金木を組んでいくんですねこういうふうにこういうふうに組んだりとかまあそれは後のアニメーションでもうちょっとフルスピードで見ていただくんですけどそれがあの今回の 黒宮さんの作品の中で描かれている大屋島が、はい、あの金木によって組み上げられていくんですねそれでこのえー、っと巣の味方たちなりっていう赤線引いてるのが書いてあるんですよねこの巣というのは何かっていうことなんですよ、はい 素の形なんだっていう余津金木を動かしていくときにねそで素の状態いうのはこういうことです金木でこの4つの色がそれぞれ違う形でもってこういうふうにちょっと手,手が足りないからうまく作れるんですけどあの4つの色が ここに四角があって点が3つ4つ1つみたいなふうに点が,、はい、点が書かれてるのは当時の印刷であのカラー印刷をもうこれ筆文字の時代ですからねできないから色を1つの点1つだったらこの色っていうものを決めて書いてるんですね。だから、うん まあこういうものが四つ色が違うあの輪になってるっていうことですね。それが「巣」なんだっていうんですよ、うん。巣から始まるっていうのか。でこれが神道家のね橋爪和恵っていうまあこれは日本の神道の歴史でもあの。 すごく大きい存在なんで調べられたらいいですけど彼が浸透家として命を終えるときに日の丸の丸の中にこういう点を書くんですよね。うんこ,れこれを巣神っていうんです。巣の神なんですね。はい、こういういものを 絶筆でで残すんですんよねだから浸透家が死ぬる時にあの何を残してるんかっていったら日の丸にこういうまあぼ僕たちは「ポチ」って呼んでるんですけど点を書くんですよ。これ実は根源の主なんですよねそれをまあ残していきます。 それで大石堀増美の天津新三儀つまりあの金木の極天の第一巻というのは何にもない縁が書かれてるんですよねこれこういうページがありますそこの中に最初の主神が現れてきますそれを主神を授かる 金木っていう形で持って「で古事記」の中の雨のぬぼこですって言われているものはこれのことなんですよ。最初にあの滴り落ちる塩水が固まってできた小野ろ島っていうのは、うん、この寿司の金木に相当してる寿司が 現れてきたその金器の意味なんですよね。最後にまあこういうアマツ金器が現れてくるんですよ。でここに点がいっぱいついてるのはこれ色です。当時はカラー挨拶じゃなかったんで。でそれを実際に組んだものがこういうもんですね。 それで真ん中にあるのがちょっと緑色っぽいように見えるけどこれが雨のぬぼこですでその状態から始まって高浜原のここに書いてあるのは赤線のところですね。 高山原の中心になる雨のぬぼここれが解けて足首の初発つまり足首が伸びていくんだっていうその伸び方が「うまし足首彦児の神」っていうのはカビみたいなもんですみたいなこんなことを言ったら本当は神道を勉強しとる人にあの言わしたら能せとんでもない説明してるいうことになるんだけど。 まあちょっと今日は端折ってまあカビのようなものがまあ現れてきてそれが溶けて最初の動きが生まれるんですね。だからこれが真ん中が雨のぬぼこでそれで「雨線本質左線って書いてるのはこれが霊系だという,いうふうに。 これの根拠っていうのは古事記の中にあるんですよ。イザナミとイザナギがどっち方向に回って出会うかっていう。それで「あなええ男やね」っていう要するに「あなたは非常に美男子ですね」って女性から切り出したから水戸の間具いをやった後であのヒルコが生まれて。 それを足船に入れて流すという。それでもう一回そ。その言霊の順序を整えてやったら。普通の子が生まれたっていうのは古事記の。水戸のまぐわいの話で書かれますよね、はい。その時に。イザナミは。女性の方は体型で。イザナギは霊系なんですよ。霊と体が。 水戸の間具いで出くわすことによって実際の人間が生まれてくるっていうざっくり言えばそんな話なんですよね。それで。霊系はこちら側から見てると右線に見えるけど神の側から見ると左遷なんですよね。わかります もう一度良いですか。<laughs> うん、えっと、だから右線本質左線っていう言葉はこれからも出てくるんですけど、はい、うん。要するにカトり線香を真ん中に自分の真ん中を置いて、うん、相手と向かい合ったら右左に入れ替わるじゃないですか。はいはい。はい、右巻き左巻きっていう。はい。まあそういうことです。はい、本質左線っていうことは神の世界で左に。 動いてること、つまり。うん、左方向に動くことっていうのは、霊系のものが動くんですよね。それが、まあ、こっち側から、人間界から見てると。あの、反対の。右遷になるんですよね。だから、そのことを、右遷、本質、左遷っていう。見方します。それで。足かびっていうのは、必ず。 あの進展していきますそのまま、うん、こう止まってるんじゃなくて馬車しかび彦の神がほどけてこういうつ金木になるんですよね、うん、それは黒の方から元から末って呼ぶんですけどつまり これ黒ですよね。こっちが白なんですけど。はい。ちょっと光って、黒く見えんか。黒ですね。これが元です。それで白の方が末です。黒から白の方向に。あの金木っていうのは、動い、動かしていくものです。うんで、これがあの、今の体系ですね。 左線、本質右線でこれ反対に組まれてるって分かりますよねこれはいううん、うん。これと反対方向に組まれてますよねうううん、うん、うん。どちらも成長していく進展していく白の方向にが外に向いてるんですううん、うん。 それでこの4つのネ木から大屋島誕生までをアニメーションで見ていだきではこれより天津ネ木を使って古事記に記されるところのいざ波いざ泣きニシンの糸の間違いによる大屋島の国土形成の姿を見ていきます。 れるものはえー、このように、えー、青、緑、えー、この、えーえーえー、各、えー、六面体の、えー、うち、この四面に青、緑、えー、黄色、赤というふうに塗られていて、えー、その両端は、えー、白と黒に塗られています。えー、白の方が、えー、末。 で、黒の方が元というふうになっています。で、えこちらが一つの足首。これが四方向に伸びた足首で、中央に元が向いて、外に末が向いている。ということは、こちらに足首が進展していく、発射していくということになっています。で、この今置かれた姿というのが、イザナギの発射、 イタナギは、えー、霊系で、えー、霊系は、えー、右線本質左線の足首の動きです。で、よって、えー、このイタナギの足首が、えー、このように発射していって、えー、いるということになります。で、えー、これに、えー 大屋島の組み海には、えー、イザナギの発射侵力だけではなく、えー、イザナミの、えー、内周侵力というものが、まああの、本来不利一体のものではあるのですが、えー、それが、えー、外発に転じて、えー、イザナギ・イザナミ二神の、えー、足首による、えー、入結びによって、 え、あらゆる層が生まれてくるということになっているのですが、まずこれが、イいざ、ミいざ波の、内周侵力による足首の姿です。で、これは、中央に、末が向いている様子です。で、これを、イいざ波の、外発、え、力と一緒に進展していくには、 カニを一旦逆さにして、外に発信していく、えー、形に変、えー、事てやらな,なければいけないということになっています。で、えー、これを、えー、イザナギの、えー、足首の隣に置きます。 これが、えー、イザナミとイザナギミシンの、えぇ、ー、霊体の、えー、不利一体の本来の姿です。で、えこれを、えー、進展させていきます。これが、えー、イザナギの足首です。右線本質左線の足首の動きです。で、えこちらが、イザナミの、えー 足首の動きです左遷本質、えー、右遷の動きですで、えー、これはえー このイザナギイザナミの、えー、進展による身結びによって、えー、4つの層が現れたのですが、えー、この各、えー、面の色、これは、えー、この黄色、黄色が、えー、地、で、えー、この緑、これが、えー、水。で、この赤が火。で、この青が天ということになっています。でえー 点、比、スイッチ。で、えー、この、えー、二柱が合わさることによって様々な、えー、層が生まれてきます。で、これが、えー、16の層に最終的になります。 いざなぎ、いざ、えー、ナみのミ、えー、ュむスびは、えー、無限に進展していくので、えー、先ほどと同じように、えー、かんを置いていきます。 こちらがイザナギの足首になります同じように動かしていきます 嗯、mm mm. このように、金木の動きは、必要なものではなく、法則だった動きになっています。これが、古事記とも言われるところの太まにというもので、これは、あの、公式、太まには、公式と、神の公式と呼ばれる、呼ばれています。で、この、こういうふうに旋回していきながら、 しえー、開発していく軌道。これは、えー、いやヒロどのと言われて、えー、いよいよ広がる、えー、という意味です。えー、このように、えー、同じ軌道を描きながら、どん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 外に進展していくということです。 このように12の,層です、ね、12の層が、えー、現れました。えー、これはあのー、全部で16層、えーえー、正確には高浜原16層と言われるんですけど、16層が、えー、最終的に生まれますが、えー、この金木はどん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 無限に進展していくということになっています。なぜ16層かと言われると、 えー、イザナざイザナギの・なぎ、にしんの、この2柱の組み合わせが全部で16ということになっているからです。えー、これがまた、その、金木が1本加われば、えー、その倍ということですね。えー、16だから32章。これで、えー、金木がもう1つ組み合わせされれば、えー、64章。というふうに、どん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 、えー、その、 神の性質が、えー、細分化されることにより、えー、いろんな層が現れてきます。 で、えー、これで今、えぇ、ー、いざなぎ、いざなぎ二神の身を縮めによって、えー、高浜原、え6十六層、え十六の、えす、ー、べてが、えー、形成されました。で、えー、この十六章というのは、えー、えー、対になっていて、えー 例えば、この黄色の裏側、これは青と青。これがついになっています。で、これの、これは地と地。で、これは点と点ですね。これ見方なんですけど、この中心から外側が上になります。この中心側が下になっています。なので読み方はこうで。 じゃあ、これですね。これがちとちで、これが点と点です。で、これは、えー、この点と点の層が意味するのは A。で、えー、こちらのち、えー、とちが、えー、意味するのは子ですね。なので、A とこという対立、こういうものが、えー、生まれてきます。で、これ、まあ、すべて、あの、意味を返すと、そういうふうに対立するものが、ツ、えー、となって、えー、生まれてくるんですが、このツええー、 この八体の真相ですね。このまあ一体の、この八体の真相が、えー、これ、大屋島というふうに、えー、呼ばれています。えー、これで、えーえー、大屋島の、えーえー、すなわち高浜原十六層の、えー、完成です。 これれでで大屋島が形成されていくんです、ね、まあその大屋島がどういう内容を持ってるかっていうことを書いたこれページなんですけどもなぜこういうものをするかっていったら日本の国土の誕生と神道の 本義である「国家競輪」っていう言葉を使うんですけどあの国のお仕組みを表すものって余計からないのありましたあ国家の中にこういうまあ仕,組みが仕組みがあるんだっていうまあそれをもって神道の本意としっていうこういう書き方を。 おいしごりなんかしてるそれで国家の構成要素である「極みと書いてあると思うんですけどそれ「君」と読みます。その次の大「近江、はい」「大臣」と書いてありますけどこれを「近江」と読みます。それで「小さい実」と書いてあるこれを「近江」と読みます。うん、それで「手の実」と書いて「 これを民と言いますつまり君を、王、民、御、民っていう<ー>これが今の金木の4層の中に配当されて出てきてるんですよね。それを読み取ってやって国家競輪の状態を乾想するっていうか、うん、考えるっていうことなんですね。つまり 国が、国の人の心がどういうふうに霊と体が合致しててあるいは離れてる部分があるんかとかっていう。うん、それでそこを描かれたのが黒宮さんの作品なんですよね。うんはい、だからこれが大屋島金木の姿です。だから これは理想的なね国家経輪のあり方なんですよね、うん。実は人間の世って乱れますよね。はい、うん。その乱れがこういう金木を組んでいくときに現れてくるんですよ。うん、それで何と何が乱れてきて今のような世界になってるんかっていうような。 そういう扱いのものです。だから。なるほどだからあら、あらゆる、あれですかね、あらゆることが。この。マスカネキの動かし方で表現できるというふうにいい。そうですね。考えたら。そうです。特に霊と体が。身結びしていくいうプロセスを全部たどります。うん なるほどだからまあ黒宮さんの作品っていうのは実は「青一草」っていうのは <laughs> まあ「青」っていうことは、まあ、言葉の意味はちょっと頭でも話したんですけど要するに、はいうん、完成されてないあの人の姿っていうか <laughs> まあこの要するに。 君、江み江民っていうその総称なんですよね。でまああの天津兼木のあ中に同様に言霊がそこに宿ってるっていうあのことを大石堀は突き止めていきます。金木で組んだ 真ん中は「馬車しあふかび彦児の神」ですよね別名「雨めのぬぼこと」も言われるもんですねここに「い」イという言葉が振られてるけど真、まあ、ん中立ってるやつですね「い」っていうのがあるじゃないですかはい「い」というのは現代流に言うたら自我ですようん「い」を「い」をな なくして人間は言葉を発することできんのですよはい。これはシュタイナーとかのヨーロッパの神秘学においてもオイルトミっていうのがあるんですけどイ、うん、というのは常に自我を確定する中心になってきますでまあこういう配当もされてるんで天津金木の相の姿から 言霊の発情を読むっていうことも書かれてます、うん、日本の言霊学って基本的に六角切り子玉で形成されてるんですよねこれはお盆なんかの盆調治なんかにも、うん、六角切り子玉っていうのは普通に使われるんですけど、うんうん、こんなあのモデルですねすごいですよ、うん、これをこ さっきの図を立体化したということそうですそうですつまり右に振ってやるっていうことは体形、うん、ですよねうううんうんうん、うん、体形でこうやって静止面体までたとみ込めれるんですけどすごいこれあの能勢さんが作られたこれ美味しいゴリマスミン の時は、えっ、ー、と、まず、あの平面図だった。ではないですか。そうです。そうです。だから。それを、のせさんが。えっ、ー、と。そうです。あの、立体化させたっていうか、ね。というか。<laughs> そもそも、書いとることが、僕、行、わからん時は。はい。実際に作ってみるんですよ。こうやって。それで。どういうんか。イザナギとイザナミ。 つまり霊形と体形をこの六角切子玉に与えた時にねどの,どの面とどの面が重なっていくのかっていうことをこれほんまにあの調べるんですよ。そしたらこの面とこの面がここじゃ重なってるんだけどその六角切子玉の あの麺そのものに、これを本当に作るんですようん。うん。このあれですよね、くっつけて,いては。はいはいはい、はい。はい。え、そうですね。はい。それで、おせとかあせとかっていうものを。見合いによって、読み取っていった。これ、神の名前なんかが振られてるんですよ。うん。それで、どの神とどの神が。 どの神とどの神がここで重なるっていう,うつまりどういうことかって言ったら僕らは言葉を出しますよねはい物質的な言葉の出し方だったらちょっと僕演技下手だから、うん、岡さんの方がうまいんだけど <laughs> <laughs> こらみたいな感じで物質的に叩きつけるみたいなそれに対して霊的な言葉って やっぱり優しく言うじゃないですかまあまあものすごい甘い分類なんだけどその時は「いざなぎゃないから始まった本当に霊系と体系のねあの重なり合いの言葉の意味が変わってるんですよねうん、うん。だからそういういい神々の力を重ねていってっる時に 体的な物質的なあるいは霊的ななんか人の心に届くようなものもの,の発生であったりとかまあそれは実際に異性だ和性だいうのがあるんですよね。ままああそれをちょっと、まあ 説明する動画なんですけど。これが日本の言霊学のロック切子玉です。これは非常に短いですから見てください。零系無線の折りたたみを見ていただきます。うんうん、次に、体形左線の折りたたみを見ていただきます。 右線左線では四角杉の辺の構成が異なることに注意を払ってください面に配当された新力の組み合わせが異なり言霊が発動しますまあ今あのアニメーションの方で見せてたのはこれです。 ただ、はい、こっち大きいんでこれ,これに比べると大きいんでね <laughs> あ<ー>同じもんですあれですかねあの図形からこう立体に起こしていくっていうのはいや結構やられてることなんですかこれまでもあの野瀬さ以外もや,や,やられてるんですかだからね天津金木雲も今まであるいうのは 分かってたんですよ分かってたんだけど、はい、本当にあのこういうサイズで切り出してやってね、うん、書かれてるように本当に動かしていくと、うん、多分これがカねキが動いてるあの大屋島まで完成させるねカねキが動いてるムービーは、うんまあ、京都国際映画祭で初めて公開してます。うん うん、あ今までもうまあお,おいしいおりまつり、ね、自体はきっとあのお弟子さんたちもそれをやってらしたけど。やってたと思うけど <laughs> もう,うん、うん、そ現代ではあまりそういうことはないっていうことな,で、ね、ないですね。しかも、うん、あの一続きの,あの大屋島までつまり、うん、日本の国ができていくところまで。 つながったものとしてあの見せたアニメーションはないですね。うーん、なるほど。さっきの立体図形の方もちょっとじゃあ見たことがないっていう,う,う、ね、実際に立体に、ね、そうですよね。だからこのようにしてこう例えば伸びたり縮んだりしてくっていうことが実際作ってみるとすごくこうわかってくるわけ。<laughs> じゃないですか,なんか実際にそこがなんか素晴らしいというか何かいや。じゃないと書いてあることが何なんか、うん、読んだんでもう全然わからんのです <laughs> から実際にやってみればこ,この面に宇治にが宿っとってあ、うん、こういうふうになるんかとかねうんそういうもんが見えてきます。それ,でそれ自身の 神々の働きの力っていうのは、うん、あの本多千ツなんかが自分の体を見合いにしてね自分の体に神をつけて、うん、こういうもんだっていうことをやってるから、うんうん、そういうものと合わしていくときにいろんなことが分かってくるんですよねこれ一個ずつやりだすと、うん、まあ多分朝までぐらい僕は話すと思うんです。はい <laughs> ままああとりあえず次行きますはいそれでこの六角切り子玉を黒宮さんの作品の中へ取り込まれてるっていうのはまあ僕はすごいことだと思ってます。うんうん、でこれがまあもうちょっと引きのあるね六角送った ドアちょっと前なんですけどここからまだちょっと実は絵も動いていて絵も変わっていっていてあの実際展覧会場ではこの完全にこの図像ではないんですけどあのそうです<は>途中段階の。うん、いやまあこれをどういうんか送っていただいたんで、うんはい、まあ今現在は変わってるんかもしれないけど。 はい、まあ,あ,あ六花切子玉をねあの絵の中にしかも青一草のね、はい、流れの中に入れられようとしたんだなっていうのはまあ、はい、そ,そんなね現代アートの人を僕知らないし、うん、すごいことだと思いますよ。それれであ、はいまあ、ちょっとこれ マクトン失礼で謝らなきゃいかんないけど僕の作品なんですよこれ。こういう文字で構成するねコンセプチャアルアートっていうのをやってて、うん、これ真ん中に見えてるのは分かりますよねです、はいはい、丸に点があってその中に、はい、あ天津金木があって、うん、そ,れでそれがどう動くかっていうのが。 その下の,、うん、あのまあ、えー、渦を巻くように動くんですけどそういう状態であります。それで、うん、まあ僕何が言いたいのかって言ったら四季島のの道っていうのがあるんですよ、うんうん、それでこれ崇神天皇だとか金明天皇の時代からもう明治天皇に至るまで 天皇は四季島の道を読むんですよ四季島の大和の国は言霊の助くる国ぞまさき国ありこそこれ柿の本一丸の万葉集なんかあるんですけどこれが四季島の道です、はい、それで日本人がなんかやるときに何でもいいですけど やっている時に自分の心が揺らぐっていうことはありますよね迷ったりとかそういう時に本当にこの「四季島の道」を歌うんですよ声を出してそしたら自分の心の中に一つの道がすごい道が現れるっていうのが 敷島の道って言われててこれ本当にもう今の天皇はやらなくなったけど明治天皇の時代まで延々と天皇は読んでいくんですよ。うん、つまり何かって言ったらそれが言霊なんですよ。うん、僕はコンセプチュアートでもう本当にあの絵も描かないし 文字だけでとにかく伝えていくいうのをやってます、うん、それで僕の、うん、がすごく尊敬した人は松田裕坂っていう人で現代美術の中でオブゼを捨てるんですよねつまり作品を作らないっていう、うんうん、いじゃあその後 残ってくるものは何かって言ったら彼は文字に戻ったんでまあコンセプチュチャラートで世界的に有名なねあのベネチア・ビエナーレも日本人のアーティストの代表として呼ばれたような人なんですけど、うんうん、まあ僕は松沢先生とはつながりがずっとあってこういうのをね あの本当に知られたいと思ったら水谷清の「日本国境元気っていう平凡者が1926年に昭和元年ですけど出版したものがあります。うん、これはもうほんまにポイントがきっちりまとめられた素晴らしい本です。うん、でまあ,あのこれが。 水谷清のね三大工学のエッセンスだけを抜きがした本です、うん、つまりそれが天津金木学天津菅祖学天津則人学っていう3つのもんですね、うん、だからこうやって見てこられると日本の神道に論理がないなんていうことは絶対ないんですよ、うんうん 日本の神道は払えたまえであの清めたらそれで OK みたいな感じで神道には何の教えもないと仏教にはものすごいロジックがあるのに神道にはないっていう思われてきてるんだけど、うん、それは絶対そんなことはないです。うん、こういうものに出くわしていただきゃその意味は出てきます。うんうん 写真青人魚あ私のあれですねで今やってる展覧会のそうですねはい D M を使わせてもらいましたあはいあ,、はい、ありがとうございます、うん、まあとにかく初めてあの現代絵画の中に新東京大学を取り入れた展覧会 これはすごい、うん、僕は貴重な展覧会だと思います。うん、あ,ありがとうございまます。ううすす。ごく今、嬉しい気持ちであ、ということで話は終わりになります。さあまあ今野瀬さ,さんにたっぷりとですねお話を伺いましたけども。あのー <laughs> もう、皆さん、これ、感想ゆえ言うても、なかなかもう、圧倒されて言われへんよね、これでもね。もうね <laughs> そうですね。うんあのめ。まあ、ちょっと、あの、メモ書きながらいくつか、あの、聞きたいなっていうことはあったんですけど、はい、どうぞ。あ、いいですか。あの、えっと、途中で、あの、 隠りみっていう言葉がの末さん出てきたと思うんですけどかくりみの神様、はい、であの何でしょうかりみっていうのはえっ、ー、とだからちょっとイメージがつきにくくて自分の中であの隠れてしまうってことですよねそう,そういうことではない そうですね、あのそうですよね「隠れる」っていう、まあ「古事記」の中でもあのすぐこう隠れてしまったっていうようなこう記述があるんですけれどもそ隠れるっていう言葉がうんあの表すことってなんか隠れるって私たちの感覚だと隠れ物みたいにこうなんかこうどこかにこう身を潜めるっていうイメージなんですけどこの神様たちの「隠れる」っていうのはどういう意味が だからあですか霊と体が一緒になってなかったら、うん、神といえども実体はないわけですよね。うん、はいはいあなるほどはい。だから神がまあ一つの姿神力を持つ神の力を持つ神力を持つ状態になるためには。うん タイと霊の両方がなけらにはいかんのですよその「身結び」っていうんですけどタイと霊が出会って、はい、そこからものが生まれるんだけど、はい、で「古事記」の冒頭からもうみなか主の手のひらの上でうん、うん、こ,ここから後の記述は始まってますよっていう宣言がなされてそれで。 神の名前が出てきて次の神の名前が出てきてこれらみんな見えない神ですっていううん、うん、ああ何かそのえっ、ー、と例とえ2つを持っていないからこう見えないっていうようなそうでしょうねは<ー>、まあ、いイメーん 霊的なもんだけとして名付けられたものとか古事記の雨土の初めの時高浜原になりませる神の皆は雨のみかぬしの神これがもう高浜原の根幹にある神ですだから雨のみかぬしそこに 雨のぬぼこを立ててうん、うん、それでかき回してできたのがおのころ島っていう日本の最初の淡路ができるのかな淡路島。そういうふうな記述が出てくるその一番最初の雨のみ中主次に高見結びの神、はい、次に上結びの神。は ひとり,り,、ま、り神なりましてひとりなんだと、うんうん、身を隠したまいきっていうつまりこれは隠れ身になったっていう,そ,う,そ,う、ね、そっからあとの神々には常にその隠れミシンがあの働いてるっていうことよね。うんうんなん それで大石堀のあの円の中にあのどういうんか金木の一本が突き立ってる、はい、あの円があれですよ水中、はい、主ですよ雨の水中主ですかそうですよあ、うん、だから水中主のお皿の上で、うん、どういうんか天津金木が動いていって大矢島も 作っていくという。ううん、うん面白いいやいや、うんそう、そういうことですよ、書かれていることは。うん,うん,うん,うん、うん、なるほど。えっ、ー、と、今のでわかりました。あのあのなるほどと思いましたので、どう大丈夫です。好きにすあもう大丈夫ですかはい。はい。まあ、今、あのさまざまなお話、まあ、 ありました。まあ神々金きさまざまなお話があって実際にこうまあ映像の方でもそれを見せていただいたりとかしてでまあ制作者としてはまあ自分の知識の中でその分は書かれたと思うんですね。うん。うん、今度やっぱり今日みたいな話を聞いたや,やっぱ多少自分の中での解釈というかそういったものが広がっていくという感じなんですか？うん、そうですね。あの、うん、とてもあの広がりましたあの。 やっぱり私はこう,こう話の流れに沿った古事記を割とこう読んでるんですけど、うん、それがなんかなるほどそういったこう形で捉えることができるのかとかっていうことがよりこうなんか論理的に今あの教えていただいて。うんあの 目から鱗が落ちておりますあ,あのローサーさん今回、まあ、あの我々はコンテンポラリーなんて言いますけどコンテンポラリーアートの世界にこういった形で黒宮さんみたいに「まあ、古事記」を題材にしてやっていくって、うんまあ、いわゆるコンセプチュアルな、えー、こういう本当アート作品なんですけどもーセさんが本当に見てこられてもこういう作品を作った方っていらっしゃらないんですか 僕は絵画の中にもろそういうものが出てくるっていうのは知りませんね先ほど言いました松永豊さんとかそういった方々の野瀬、まあ、さん以前にねそんな話もしていただいたりとかしたんですけども、まああのー、まさか渦の。 話が出てくるとと思わかかったりとかあの僕は能せさんの点なんかいろいろ見てきてさまざまなものにやっぱりこれにつながってくるのかなっていうような今日ちょっと気がしたんですけどどうなんですかね。そうですね一番ね、うん、あのどういうんか大事なことはヨーロッパの神話でも例えば、うん、キリスト教でもモーゼから始まるんですよね、うんはい、神が。 ね、はい、あの実会を刻んでしないさんの上で、はい、ところが天地開闢から神々が生まれてきて、はいうん、続いてくるっていうあの神話っていうのは、うん、世界中を探してもあのほぼないんですよ。そそうです、ね、だって日本っていうのはそっから いわゆる天皇に繋がっていくわけですからね、言うたら、神々から普通はみんな、まあ、神々がたくさん集まっていった、その中のお話、例えば旧約聖書なんかでもそうですけど、ね、もちろんあの皆さんあのい,らいらっしゃった方がなんですけど、それがもともと神々誕生から始まってという話ですからね、言うたら。いいっらららまだ,まだいらっしゃらない時代からの まあ、その話ですから、すごい話ですよね。考えたら、ね<え>うん、それをまあ、あの能勢さんがずっとレクチャーというか、あの古事記を取り上げて、改めて皆さんにまあ、意地をこう込めるとしたら、一体どういうことなんですか。例えば、今現在、コロナ禍じゃないですか。 先ほど言いましたけどコロナ禍こういう時期もやっぱり読み取ることができるみたいなことをちょっとちらっとお話しされたりとかしたんですけどもこの「古事記」まあ今回、まあ、黒宮さんがこういう時にこういう古事記と出会って今回いわゆるモチーフとして古事記を使ってやったというやっぱり皆様もそれ何か神々からのメッセージなんですかねこういうのもい、ね、ほんまにいやそこは僕はわからないですけど <laughs> あの。<laughs> あれですよあの人の気持ちがやっぱりそういう方向に向かっていってるっていうのはすごい大事だと思います、ねうんまあいろんな方々がいた方に書物を残されて「まあ、古事記」というものまあ確かにあの分かりやすく書いていってちょっと多少は形が変わってきたりとかしてもやっぱり日本人はこれ忘れてはいけない書物なんですよねせやからね。 あの今形成されていってそれが今一番2021年というのは皆さんおっしゃってるまあ激動の時であるというそういうのを迎えているということえそれをまあ今回この「古事記」でですねえ南さんがですねひも解いていきながらこれからまあ自分たちはまあどういったふうにまあ生きていけばいいのか人生歩いていけばいいのかでバイブルになればね最初は頭に言いましたけどもえそういうような気持ちになりました。 ね、あのロ、ー、セさんにはいつも映画祭でこういった形で頂い,ただいたさあ今回はですね、今日と国際映画祭2021古事記に見る形態とは何か、うつしき青一草黒宮七点を巡ってということでですね、えー、非常に長時間でしたけども、あのロ、ー、セさんお疲れ様でした、ありがとうございました。いやいや、ありがとうございました。うん、そして黒宮さん、はい、うん、ねあのー、展覧会、えー、このいわゆる 映像が流れるわけですけどもねあの私も楽しみにしておりますんであ,ありがとうございます、はい、ご静寧もお祈りしていますというわけで、えーはい、ここで締めたいと思いますそれでは皆さんさよならありがとうございましたさよならはいありがとうございました <laughs>